もうまさに新しい21世紀型のアパレル企業と。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はファーストリテイリング、株価の今後はということでやっていきたいと思います。はい、結論は横ばいというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、じゃあなぜですね、まあファーストリテイリングのまあ株価は高いのかというところから始めていきたいと思います。はい、でまあ額面ですよね、まあ見た目の数字っていうのが、まあこの動画を撮ってる時点で、まあファーストリテイリングの株価っていうのが、まあ 28,050 円というまあ値段になっているんですけど、はい、じゃあなんで高いのかって言えばですね、まあそれはまあ発行済み株式総数が少ないというのがまあ理由ということです。はい、すなわちということで、まあ株価っていうのはですね、まあその企業がですね、まあ今だったらいくらかという時価総額を発行済み株式総数で割った割り算なので、まあ分母の数字、発行済み株式総数が大きくなればですね、まあ株価っていうのはまあ高くなるということです。はい、ちなみにということで、まあ、発行済み株式総数で見た場合、まあ、日本で一番たくさん株を発行しているのがトヨタですね。まあ、トヨタが163億株発行しているのに対して、まあ、ファーストリテイリングは1億株しか発行してないので、だからまあトヨタに比べればですね、発行済み株式総数が163分の1ということです。はい、ちなみにですね、まあ、取引所である東証の、まあ、上場企業に対して出している希望としてはですね、まあ、1株500円からまあ5000円というのをまあ希望として出してます。だから5000円以下を、まあ、取引所は希望していると、上場企業に対してということですね。だから、まあ、あの株っていうのは一株からでも買うことはできるわけで、まあ、そうなったら、まあ、一株、まあ、500円で買えるということですよね。まあ、で、まあ、東証としては、まあ、最大5000円までにしてもらいたいという、まあ、希望としては持っているということです。もし、単元株100株ということであれば、まあ、500円だったらですね、まあ、100株でも5万円ですよね。で、まあ、5000円だったら、100株だったら、まあ、50万ということになるので、まあ、一株500円から5000円、まあ、100株だったら5万円から50万円、まあ、これがまあ東証が出しているまあ企業に対しての希望ということです。はい、対してですね、まあ、ファーストリテイリングはですね、まあ、23年2月末でまあ株式分割しましたということですね。はい、で、まあ、分割してどうなったかということなんですけど、まあ、その2月末時点でですね、まあ、8万2215円だったものが3分割されて、まあ、今のファーストリテイリングはですね、まあ、2万7405円というのが、まあ2月末時点の終わり値だったということです。はい。で、まあ、東証規模の5000円よりですね、まだ5倍以上高いということです。東証としては5000円以下というのを希望してるんですけど、まあ、2万7000円とか2万8000円とかっていう価格がついてますので、まだ5倍以上高いということですね。で、まあ、正直相当中途半端な株式分割ということが言えるんですけれども、まあ、ファーストリテイリングの CFO ですね、最高財務責任者は何て言ってるかっていうと、まず3分割してですね、まあ、投資家の皆様の、まあ、弊社株式へのですね、まあ、需要というのを拝見してから、まあ、今後を検討したいということです。だから3分割で終わるのか、まあ、今後さらに分割するのかっていうのは、まず3分割した後を見たいということを、まあ、発表しています。はい。なお、まあ、一般論としてということなんですけど、じゃあ株式分割ですね、じゃあ、まあ今回ファーストリテイリング3分割っていう、まあ、はっきり言ったら中途半端な分割してるんですけど、じゃあなんで、そう、例えば30分割とかですね、まあ、300分割とか、っていう風にしないのかということですよね。例えば30分割してくれればですね、まあ、例えば2万8000円じゃなくてですね、まあ、2800円で買えるということなんですよね。で、300分割してくれればですね、まあ、2万8000円じゃなくて280円で買えるということになるわけなので、じゃあなんでそんな思い切った分割しないのかって言えば、当然分割にはですね、メリットだけじゃなくてデメリットもあるからなんですよね。だからデメリットもあるんで、だからまあ思い切った分割っていうのをまあしなかったということです。はい、じゃあまあ株式分割っていうのは企業にとってまあどういうデメリットがあるのかっていうことなんですけど、はい、まずですね、まあ、株式1人当たりですね、まあ、約1000円からまあ2000円ぐらい、まあ、経費が単純に増えてしまうということです。
はい、具体的にはですね、まあ、例えば配当金のお知らせとかですね、株主総会のお知らせとかっていう形で、まあ、株主に対してですね、お知らせっていうのを、まあ、1年に2回とかですよね、まあ、実際送るということになるわけですけど、まあ、単純にそれの経費っていうのが、まあ、1000円から2000円ですね、1人当たりかかっちゃうということです。はい、そして、まあ、2番目としては IR 部門ですね、まあ、これは企業がですね、まあ、投資家とですね、まあ、どういう、まあ、コミュニケーションを取るかっていう、まあ、企業にとって投資家向けの、まあ、広報活動を行う、まあ、この IR 部門ですよね。の、まあ、経費っていうのが増えてしまうということです。はい。まあ、例えばですね、まあ、投資家によってはですね、まあ、その IR 部門にですね、まあ、メールとか電話とかで、まあ、お問い合わせをする人がいるんですよね。まあ、例えば、決算説明会の、まあ、資料というのを読んでですね、まあ、これに関してですね、ちょっとわからないところがあるとか、もっと詳しく教えてほしいとか、っていうことで、まあ、例えば、投資家が IR 部門に対して、まあ、問い合わせをするということになると、当然、それは問い合わせを受ける側のですね、まあ、企業の、まあ単純に人件費とかっていうのがまあかかるわけですよね。だからまあ株主が多くなればですね、まあ当然株主対応というのをするまあ IR 部門っていうのが、まあ例えば人件費が増えたりとかっていうことで、まあ経費が増えてしまうということです。あとはまあ株主総会の質が低下してしまうということですよね。まあ例えば1株2万8000円ってことで、まあ株主総会に出るためには単元株100株以上っていうのがまあ絶対ですから、まあ100株以上ないとですね、まあ配当はもらうことができたとしても株主総会には出席できないんですよね。で、そうした時に、じゃあ、まあ例えば2万8000円で100株以上ということになると、まあ、ファーストリテイリングに対して280万円以上、まあ、投資している、まあ、そういう投資家株主だけが株主総会に出席するわけですよね。で、それが3分割じゃなくて30分割ってことになると、じゃあこれは2800円かける100株ですから、なので、まあ、例えば28万円ファーストリテイリングに投資した株主がですね、まあ、株主総会に出席することができるということになるわけです。で、これが3分割じゃなくて300分割だったと。で、1株280円で買えますと。ね。で、100株だったとしても2万8000円で、まあ、結局ね、ファーストリテイリングに2万8000円投資しただけで、結局株主総会に出席することができるっていうことになると、単純にやっぱり質が下がっちゃうんですよね。で、株主総会っていうのは、まあ、議決をするだけじゃなくて、まあ、結局株主から経営陣に対して、まあ、取締役会に対して、まあ、質問することができるわけですけど、まあ、はっきり言ってやっぱりこう安い株価でですね、安かったから買ったという株主からの質問っていうのはもうはっきり言って質が低いんですよ。うん。だから、そもそも株主総会って何を決める場なのか、とかっていうのがあんまりよく分かってないですね。まあ、例えば280円かける100株で2万8000円払っただけの、まあ、株主がですね、まあ、結局経営陣に対して、まあ、する質問っていうのは、まあ、レベルが低いんですよね。もう全然こう関係がないっていうかね、まあ、本当に意味がない質問をしたりするということなんですよね。まあ、例えば私はね、猫の殺処分に対して興味関心があるので、この会社もね、猫の殺処分に対してね、何らかね、対応をした方がいいんじゃないかとかね。いや、その企業って、はっきり言って動物とか犬猫とか、何にも関係ないわけですよ。全然違う事業、全く違う事業をやってるのに、そういうなんかね、まあ、トンチンカンな、それって株主総会でするような質問なのかっていう質問がやっぱり増えちゃうんですよね。で、そうなると、結局、まあね、悪化は良化を駆逐するっていう言葉がありますけど、まあ、質が低い、株主が増えれば増えるだけ、逆に質が高い人たちっていうのはもうね、出席しなくなっちゃうんですよね。まあ、時間の無駄っていうふうに思ってしまうわけですよ。うん、例えばその株主総会でですね、まあ結局その株主がですね、まあ例えば1000人集まっているというふうにしたときに、まあその一人の人がですね、まあくだらない質問をしてしまうと、1000人の時間が無駄になっちゃうわけですよ。簡単に言うとね。で、それが一人だけの質問じゃなくて、2人、3人っていう形で、何人もくだらない質問するってことになると、もうこれね、出席してられないっていうことになっちゃうわけですよね。もう時間の無駄じゃないかということになってしまうわけです。で、結果的に質が低い株主だけが毎年、ですね、出席して、質が高い株主は全然出席しなくなるとかっていうことが起きちゃうんですね。だから、はっきり言って企業からすると、そんなに株主総会にたくさんの人がね、出席してくれるっていうのはあんまりありがたくないんですよね。もし出席するというのであれば、まあ、かなりね、まあ
質が高いっていうかレベルが高いっていうかね、まあ、少なくてもその株主総会って何のためにするのかとか、まあ、少なくても株主総会の前にですね、例えば決算書を読んでいるとか、もしくは読めるとかですね、まあ、その損益計算書とか貸借対照表が読めるとか、まあ、事業のまあリスクっていうのはこういうのがあってとかね、そういうまあいわゆるこう決算短信とか有価証券報告書に書いてあるようなことっていうのをまあ理解しているような人たちだけが出席すれば、まあ、結構身のあるですね株主総会になるわけですけど、もうそういうね、もう事業にも企業にも全然関係がないような、そういう質問っていうのをする、まあ、株主が増えれば増えるだけ、まあ、株主総会、まあ、株主総会って株式会社にとっての最高議決機関なわけですけど、その最高議決機関っていうのがもう結局質がどんどん下がっちゃうと、まあ、そういうメリットがあるんですよね。だから単純に株主の数が増えれば増えるほど、まあ、上場企業にとって、まあ、じゃあプラスだけかって言ったら実はそんなことはなくて、まあ、結構デメリットもあるし、まあ、大きいということです。だから、まあ、メリットとしては、まあ、はっきり言ったら高かったから買えなかったんだけど安かったから買えた、まあ、それで株主の数が増えて、結果としてですよ、結果として時価総額が上がれば、まあ、メリットっていうのもあるわけですよね。要するに株式分割しただけで結局時価が上がったと、企業の時価総額が上がったということになれば、まあ、結局そのメリット、時価総額が上がったメリットと、まあ、結局ここで書いてるようなデメリットの、まあ、単純に天秤っていうことになるわけですよね。デメリットはありますと、デメリットもありますと、でどっちの方が大きいかなということになるということです。はい、だからまあ、株式分割すれば絶対に株価が上がるわけじゃなくて、分割したんだけど全然分割の影響っていうのは、まあ、株価時価総額には全然影響がなかったということであれば、はっきり言って企業からすると、まあ、分割しなかった方が良かった、要するにデメリットの方が大きかったっていうことになるんですね。だから、まあ、ファーストリテイリングはですね、まあ、そういう中途半端な3分割、結局、まあ、2万7000円で100株だったら270万ってやっぱり高いわけですけど、まあ、そういうまあ中途半端な株式分割でまあ様子を見たいっていうような発表をしたということです。はい、なのでということで、まあ、企業としてですね、まあ、株式分割っていうのはまあメリットもあるんですけど、メリットっていうかメリットの可能性ですよね。分割したんだけど時価総額全然変わらないっていうこともあるので、分割すれば必ず株価が上がるとか時価総額は上がるってわけじゃないんですよね。だからまあそのメリットの方がまあデメリットを上回るということでなければ、できればやりたくない。だから株式分割してほしいと、1株を500円から5000円の範囲内にしてほしいっていうのはあくまでも取引所の希望であって、企業からすると必ずしもそれを希望しているとは限らないということです。できればやりたくないということですね。はい、ともあれということで、まあ、ファーストリテイリングのまあ株価額面ですよね、見た目の数字が高いっていうのは、これは発行済み株式総数が少ないからっていうのが理由になります。はい、では次にということで、じゃあ今度は価値ですよね。もう見た目のその数字、額面の数字ではなくて、価値に比べて株価っていうのが割高なのかどうかっていうのを、まあ、次はですね、まあ、検討をしていきたいと思います。はい、もちろん判断するためには企業分析っていうのが必要だということです。で、最初にということで、まあ、そもそもファーストリテイリングってどんな会社なのかっていうことなんですけど、まあ、一言で言うとユニクロの親会社ということですよね。うん、なので、まあ、実際事業をやってるのはユニクロ でそのまあ全世界のまあユニクロっていうのをですね、まあ、経営管理している親会社がファーストリテイリングという、まあ、ある意味まあ持ち株会社ということになります。で、まあ、会社の意味ですよね。ファーストリテイリングっていう意味は、まあ、ファーストっていうのは早いと。で、リテイリングっていうのは小売りと。まあ、消費者に物を売るということなので、まあ、早く売るっていうのが、まあ、会社名になっているということです。はい。ただ、ということで、早いかどうかっていうのは、あくまでも競合との比較で決まることだっていうことですよね。で、自分たちは早いって思ってたとしても、まあ、もっと早い、ね、企業があれば、まあ、消費者からすれば全然早くないっていうことになるわけですよね。だから、企業としてファーストリテイリング早く売りますっていう、まあそういう会社名にしてるわけですけど、実際本当に早いかどうかっていうのは消費者にとっては競合との比較で決まるということです。はい、で結果ということで、まあ、ザラの親会社ですね、まあ、これは持ち株会社、まあ、上場している会社としてはインディテックス、という会社になりますけれども、はい、まあ、この会社の方が速さだけで言えば圧倒的に速くなったということですね。はい、で、まあ、ザラの場合はですね、まあ、結局こういう服を作ろうっていう、まあ、デザイナーの企画ですよね。で、実際どういうふうに作
作るかっていう、まあ、例えば素材を どういったものを仕入れるのかとかですね、まあ、実際そのね、まあ、売れるためのですね、まあ、具体的な製造方法っていうのをまあ決める開発で、実際工場で作る生産、そして実際お店で売る販売ですよね。だからデザイナーの企画から始まって、そして開発してですよね、実際素材を決定したり数量を決定したり値段を決定したりという開発をして、で工場で作って売る、ここまでを、ね、ザラの場合はわずか2週間でやっちゃうわけですよね。服一着に関して、新しい新作の服に関しては、うん、なので、まあ、はっきり言ったらザラの方が圧倒的に早いということです、はい、なのでということで、まあ、ザラの場合は多品種少量生産ということで、やっぱりその年とか、もっと言うとその季節ですよね。だ今度の春はとか今度の夏はみたいな感じで流行るその流行の服っていうのを、まあ、たくさんの種類作って、その代わりですね、まあ、その季節とかその年とかその季節だけ売る服みたいな感じで、まあ、数としては少なくしか作らないという、まあ、たくさんの品種を少しずつ作る。だから今年の春用とか今年の夏用とかですね、もしくは例えばヨーロッパ用とかスペイン用とかですね、まあ、そうい こう多品種少量生産っていうのが、まあ、結局ザラということです。だから早くいろんな種類作って、でその代わりもう売り切って在庫なしみたいな感じで利益を上げるっていう会社ですよね、まあ、それがザラという会社です。はい、対してユニクロの場合は、まあ、結局ザラに比べれば遅いということになるので、そうなった場合にじゃあユニクロって結果的に強みはどこに出てきたかっていうと、商品種、これあくまでもザラに対して商品種ということです。はい、商品種、まあ、ある意味もうね、もう本当にまあ10年20年売れるようなそういうなんか定番製品みたいなものをまあ作って、その代わりまあ大量に作るということですよね。だからまあユニクロの場合はですね、まあ最低100万着全世界で売れるかどうかっていうのを考えるわけです。100万着以上売れる服っていうのをいつも企画するっていう会社なんですよね。でとにかくたくさん作りますということです。まあ最低100万着作るということで、まあそうするとまあ結局ですね、規模の経済っていうのが働くということになるので、まあ安くで売れるっていう、まあ、そういう事業構造ビジネスモデルになったということです。はい、まあ、ユニクロの場合は1品種100万着の大量生産ですよね。で、まあ、規模の経済ということで、まあ、例えば素材の仕入れって言った時でもですね、まあ、1万着よりも100万着分っていうことであれば当然ですね、まあ、安くで仕入れることができるわけですよね。まあ、工場でのですね、まあ、土地建物機械設備もしくは人件費などの固定費っていうのも、まあ、服1着あたりっていうのがですね、まあ、すごくこう安くなってくるということになるので、まあ、その規模の経済で勝負しているのが、まあ、ユニクロファーストリテイリングっていう会社だということです。はい、結果ということで、まあ、ユニクロの場合はですね、まあ、はっきり言ったら在庫リスクは取りますということですよね。だから在庫の回転率みたいなのはユニクロはすごく低いということですよね。まあ、その代わり今年仮に売れ残ったとしてもまた来年売れるみたいな、そういう定番の服っていうのを作るということです。で、早さよりもということで、まあ、安くですよね、まあ、規模の経済で安いという服を作るということです。だけど安いんだけど、ね、でも品質に関しては妥協しないということですよね。うん、だから、まあ、規模の経済でとにかく価格はどんどんまあ安くしていきたいと、安さで勝負したいと。だけど安いから品質が悪いっていう服をまあ作るんじゃなくて、安いんだけど、まあ、はっきり言ったらすごくいい服を作るという、まあね、まあ、ある意味矛盾してるんですけど、じゃあなんでその矛盾を両立できてるかって言ったら、それはもう規模の経済ということですよね。もうすごいたくさん作るんで、だからまあ結果的に1着あたりの価格っていうのを下げることができるということですよね。はい、この安くしかし品質はいい服っていうので、まあ、勝負してるのがユニクロということです。はい、だからファーストリテイリングと言いながら速さで勝負してる会社ではないということですね。はい、しかしということで、今度はですね、じゃあ安さでですね、まあ、とんでもない競合企業とのまあ競争っていうのが始まっているということです。速さではもうザラには勝てないわけですよ。じゃあ安さっていう風になった時に、今度は安さでとんでもない企業っていうのが出てるということです。はい、相手はですね、まあ、2008年創業で、まあ、中国初なんですよね。ネット通販企業であるこうシーインという会社ですね。ここがものすごい企業ということです。はい、でシーインはですね、まあ、結局
ザラともですね、ユニクロとも違う、まさに21世紀型のアパレル企業なんですよね。だからアパレル企業ということで、明らかにユニクロファーストリテイリングの競合になってるんですけど、シーンはですね、まあ、しかし事業構造はもう全然違うということです。新しいということですね。はい、というのはということで、まず工場を持ってませんということです。あくまでも協力工場っていうのの、まあ、結局関係性っていうかネットワークで服を作るんですよね。だから日本で言えばセンサーのキーエンスに似てる会社です。センサーのキーエンスはですね、センサーは結局自分たちの工場で作るわけじゃなくて、自分たちの、まあ、協力工場で作るんですよね。だからキーエンスに協力してくれる工場とのその、ネットワークで、まあ、作るというのを、まあ、キーエンスはやってますけども、まあ、感覚としてはあんな感じです。はい、だから企画は立てるんですけど、実際作ってもらうのは結局、まあ、協力工場で作ってもらうということですよね。その工場との関係性、ネットワークで作ってもらうということです。はい、そして今度は小売店舗ですよね。だから消費者に対して実際に売るその店舗っていうのも、まあ、持たないということです。まあ、例外的にですね、昨年22年に日本で結局例えば東京の原宿とかで、まあ、結局シーインは、まあ、店舗っていうのを、まあ、持ったということがありましたけれども、基本的には全世界で服を売ってるのに結局店舗は持たないっていうのが、まあ、基本方針です。だから、まあ、昨年22年の、まあ、日本の、まあ、東京原宿とかっていうのは相当、まあ、シーンにとっては例外的なことをやったということですね。なので工場を持ってませんと。ね。で、まあ基本的にはその協力工場が作った、らですね、その協力工場とか協力の会社から、まあ直送、お客様に対して、まあ結局直送してもらうっていうのが、まあ基本です。まあ一部ですね、まあシーンは自分たちの倉庫からですね、まあ発送するっていうことをやっていますので、まあそういう意味では、まあ日本の楽天に近い感じですよね。日本の楽天は基本的にモール型なので、だから各出店者が結局注文を受けたら各出店者が発送するっていう形になってますけど、シーンも基本的にはその面ではですね、要するに物流という意味では、まあ、楽天に近いわけです。ただ楽天も一部、まあ結局自社倉庫から発送するということをやっていますけれども、基本的には工場を持ちませんと。で、倉庫も持ちませんと。まあ、結局、まあ、作ってくれた工場が直送する場合の方が多くて、まあ、一部工場から発送する、倉庫から発送するということですよね。でそして、まあ、消費者に対しての直接売る、まあ、小売店舗というのも持たないということです。はい、だから工場を持たず店舗なし、ですよね。でまあ、企画ですよね。こういう服を作るという企画と、あとはもうネット通販ですよね。だからアプリ上で売るという、まあ、この企画とネット通販の企業、それがシーンという会社ということです。はい、で事業構造としてはですね、はい、まず AI 人工知能で全世界の売れる服っていうのを推測させるということで、シーンのですね、創業者はですね、エンジニアなんですよね。 IT エンジニアが創業しています。だからどっちかって言ったらですね、まあ、検索対策ですよね。 SEO サーチエンジンオプティマイゼーション検索エンジン最適化ですよね。こういった、ねねまあ、検索でどういう検索をしてもらった時にどうやったら自分たちの、まあ、アプリっていうのが上位表示 されるかみたいな、まあ、そういう SEO ですよね、まあ、検索対策とかに、まあ、すごく強い、そういう IT のエンジニアが実は創業した会社ということです。で、まあ、結果的に、まあ、インターネットネットにもめちゃくちゃ強い、まあ、技術に強い方が創業していますので、まあ、今であればもう AI でですね、全世界の情報っていうのを AI が自動収集してですね、それこそなんか例えばインスタグラムに上がっている、まあね、服の写真だとか、まあ、そういったのを、まあ、どんどん、まあ、情報収集して、それで、まあ、その集まった情報からですね、今まさに売れてるのはこの服だみたいなっていうのを AI が、まあ、結局大量の情報を収集して自動収集して、そして AI なりに推論を立てて推測して、今まさに売れる服っていうのはこういう服ですみたいなのを AI が推測して人間に提案するということなんですよね。はい、そしたらその提案を受けたらですね、まあ、結局そのシーンのデザイナーたちがもう急いで企画してですね、試しで客着だけ作ってみるということです。はい、これはユニクロとですね、桁が1万違うということですよね。はい、丸が4つぐらい違いますということです。はい、ユニクロの場合は1つの服を作るならば100万着売れるかどうかっていう考え方発想するわけですけど、シーンの場合は全世界で100着売れる
れるかっていうのをまず試すということです。はい。なので、客着のためだけに企画して、開発して、生産してっていうことをやるということです。はい。そして、客着できたら、アプリで販売するということですよね。はい。まずアプリ上にこういう新しい新作の服ができましたということで、アプリにアップして、アプリで販売するということです。はい。で、もし最初の客着の売れ行きが良くなかったらですね、もう販売終了なんですよね。まあ、めちゃくちゃ潔がいいということです。ね、せっかくね、企画して、開発して、製造して、アプリに掲載したんだけど、実際売れ行き良くないということであれば、もうね、それ以上作らないということです。販売終了ということで、まあ、ある意味企業としては損切りです。はい。100着も売れないとか、もしくは100着の売れ行きが悪いって言うんだったら、もうかかってる経費が圧倒的に大きいわけです。ただ、原材料に関しての損っていうのは最小なんですよね。何せ100着しか作ってないんで。うん。だから、原材料の損っていうのを、まあ、一番最小限で留めてるということですね。もう本当に損切りしちゃうということです。はい。で、シーン自体は自分たちの工場で作るんじゃなくて、工場に作ってもらうって話をしたんですけど、その協力してくれる工場が、もし100着未満だった場合っていうのは、はっきり言って工場は損しちゃうわけですよね。たった100着しか作らなかったということになると、かかってる経費、固定費とかですよね。まあ、それこそ土地建物、機械設備で、人件費、水道光熱、考えたら、まあ、全く割に合わないわけですけど、まあ、そのね、損に関しては、なんとシーンが被るんですね。うん。だから、もう結局、いや、もうこれはね、追加発注ないですということであれば、たった100着のためにね、作ったのかよっていう感じになるんですけど、その損はシーンが被るんですね。だから逆に協力してくれるということなんですよね。要するに損を被ってくれるから、だから、まあ、シーンのために工場を動かして服を作ってくれるっていう、まあ、そういう事業構造ビジネスモデルになってますということです。はい。逆にということで、まあ、最初の100着の売れ行きが良ければですね、まあ、工場への追加生産っていうのがもうこれ自動発注されるということです。はい。だからもうアプリでね、どんどんバンバン売れて、もう 100着なんて一瞬で売れましたみたいな感じになったら、それを作った工場に、まあ、プラス30みたいな感じで、どんどん追加の生産発注っていうのが、まあ、インターネット上で行われるということです。はい。なおということで、まあ、シーンのアプリですね、毎日約3000です。だから新作の服っていうのが1日3000結局アプリ更新されるということなんですよね。だからもうとにかく数とか速さとかっていうのがもう圧倒的だということです。毎日新しい服が3000。だからこれがまあ結局ですね、若い人たちですよね。10代後半から20代の、まあ、例えば中東とか、あとアメリカですよね。アメリカでめちゃめちゃ人気っていう、企業なんですけど、アメリカの若い人たちにもこれがめちゃくちゃ受けたということです。まあ、要するに楽しいわけですよ。服が好きな人たちにとって、毎日アプリを見るたびに新しい服っていうのがいっぱい載ってるんで、だからそれがすごい楽しいわけですよね。で、ここのその速さと量っていう、数っていう、まあ、その服の種類っていうのがもう本当に全世界的には、まあユニクロはもちろんですけど、もうザラと比べても圧倒的という状態になっています。はい。そしてとにかく安いんですよね。まあ、とにかく安いということです。はい。で、なぜザラとかユニクロよりさらに安いのかっていうことなんですけど、はい。理由はですね、これ生産地と販売地っていうのを完全に切り分けてしまってるからっていうことなんですね。だから中国っていうのはもう作る場所だということです。シーンって中国の企業なんですよね。創業者も中国の方なんですよ。だけど中国は作る場所であって売る場所じゃないっていう、この切り分けっていうのがはっきりしてるということです。はい。中国で作った服をあくまで中国以外のヨーロッパとか北米とか日本とかですね。まあそういった先進国を中心に売るという、まあビジネスモデルになってます。はい。すなわちということで、先進国に中国価格で服を売る、それがシーインという会社なんですよね。はい。要するにということで、中国だったら当たり前の価格ですね。だから中国だったらはっきり言って安くないわけですよ。中国だったら、まあね、例えば電気代とか、もしくは人件費とかがですね、まあ安いんで、ヨーロッパ、アメリカ、日本に比べて。だから中国だったら、いや別にね、シーイン以外だったとしても、まあほとんど同じような価格だったとしても、その中国の当たり前の価格をの服を
先進国で売ってるわけですね。だから相対的にめちゃくちゃ安いという感じになってるということです。はい。そしてということで、まあ、AI でまず売れる服っていうのを予測しますということですよね。で、売れ行きが良くない服っていうのはわずか100着で損切りしますということです。はい。で、まあ、ちなみにこのサイクルっていうのを毎日毎日ですね、回してるわけですよね。AI と人間が。まあ、結局共同で。うん。だ AI もどん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 、機械学習で、AI っていう機械が、その機械自身も機械学習で学び続ける。で、人間も学び続けるわけですよ。AI がこういう予測を出してきた。じゃあ企画して作ってみました。売ってみました。あんまり売れませんでした。つまり AI の予測外れました。みたいな。っていうことを、まあ、やってるわけですよ。毎日やってるわけですよね。で、そうすると AI でも PDCA、プラン、ドゥ、チェック、アクションっていうのがぐる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 回るし、日本でも、人間でもですね、人間でも PDCA っていうのがぐる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 回るということで、まあ、AI と人間が両方ともどん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 賢くなり続けてるわけですね。なので、まあ、結局そのヒット率ですよね。だ AI がこういう服が売れるっていうのを人間に提案しました。でそのヒット率っていうのが、まあ、20% から 50% ぐらいまで上がってきてるというような、まあ、そういう状態になってるということです。だから最初は AI がこれが売れる服だっていうことで人間に提案したとしても、まあ、20% しか当たらなかったということですよね。だ8割外してましたということです。でそれが今5割でということで AI が、まあ、今この服を作って売れば売れますみたいなのを提案したら 50% つまり半分は当たるという、まあ、状態ですごく率も上がっているということですよね。だから AI は機械学習、人間は人間で学習みたいなことをやり続けているので率もどんどん上がっているということです。はい。そしてもうとにかくね、売れなかったら100着で損切りです。で、まあ、結局シーンが、まあ、そのね損っていうのを、まあ、工場の代わりに被るということですよね。で、売れる服だけをとにかくどん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 追加生産していくということですよね。はい。もうまさに新しい21世紀型のアパレル企業ということで、まあね、なかなかね、いや、こんなに一生懸命ね、みんなで企画した服だからとかね、こんなに一生懸命作ったね、服だからとかっていう、なんかそういったのがもう全然ない。もうめちゃめちゃドライだし、めちゃめちゃこうね、もうビジネスっていうのに特化してるっていうか、さすがエンジニアが創業した会社っていう感じですよね。まあ、だけどこれがすっごい伸びてるということです。はい。まあ、結果ですね、まあ、一昨年21年の、まあ、アパレル業界での、まあ、世界シェアっていうのを見た時にですね、はい、まあ、シーンがですね、まあ、5位まで浮上してきてますということです。はい。1位はザラを展開している、インディテックスですね。まあ、これが市場シェア 22.4% ということで、まあね、世界の5分の1ということですよね。5分の1強ということです。はい。スペイン初の会社ですね。で2位は H&Mということでですね、まあ、これスウェーデン発の会社ですけれども、まあ、これが、シェアで見たら、売上で見た時のシェアで見たら 15.6% ということですね。で今回は3位の、まあ、ファーストリテイリングですね。まあ、日本発ユニクロを展開しているファーストリテイリングが市場シェア 13.3 ですね。で4位はギャップということで、これはアメリカですよね。アメリカ発の、まあ、ギャップということになります。はい。で 11.9 ということになるんですけど、まあ、4位のギャップはね、はっきり言って業績もボロボロなんですよね。だからまあ結局ザラとか H&M とかファーストリテイリングとかにもう完全にもうね、アメリカ市場っていうのにまあね入って来られて、もしくはまあ今やってきていたシーンとかに入って来られて、もうギャップはね、はっきり言ってもう決算はボロボロって、時価総額もですね、まあ、6000億ぐらいなので、はっきり言ってファーストリテイリングのライバルっていうよりも、まあ、日本企業で言えば島村とかワークマンとか、まあ、あれぐらいの時価総額しかもうギャップはついてないということですね。で5位のシーン、これは中国発という会社ですけど、まあ、ここがまあ市場シェア 11.2 で、一昨年21年の時点でまあ5位というふうにまあなっていたということです。はい。なおということで、まあ、シーンは非上場企業なんですよね。上場してないんですよね。なので、まあ、上場企業に比べて投資家が得ることができる正式情報っていうのが圧倒的に少ないんですけども、まあ、あくまで報道レベルではですね、まあ、昨年22年度、さっき見たのは一昨年21年度なんですけど、昨年22年度のシーンの売り上げっていうのはアメリカのギャップ、そして日本のファーストリテイリングをもうすでに抜いてるみたいだということです。はい。そしてもしですね、中国のその中国発のシーンをですね、まあ、時価総額で
まあ、換算した場合でですね、まあ、すでに、まあ、世界1位のザラ、まあ、を展開しているですね、まあ、企業の時価総額14兆円っていうのをもう超えてるというふうに、まあ、言われています。はい、結局ということで、まあ、ファーストリテイリングはですね、まあ、シーンとの競争だったら、まず速さではもう勝てませんということです。これ1週間ですね。ザラは2週間でやるんですけど、その半分の1週間で企画から販売までやってしまうということなので、まず速さでは勝てないということですよね。で、安さでも勝てないということですよ。もうこれ中国価格で売られてしまうんで、だからもう勝てないということですよね。じゃあ、ということで、まあ、もはやもうユニクロはですね、まあ、独自の服ですよね。だからもうユニクロは独自、ユニクロでしか売ってない。っていう、まあそういうユニクロ独自の服っていうので、もう勝負するしかもう選択肢がなくなってるということです。はい。なお、ということで、まあファーストリテイリングの今後の利益成長にとってですね、まあ救いであるのはですね、シーインは中国企業でありながら、中国ではほぼ無名ということなんですね。うん。だから、これはシーインっていう会社はですね、むしろそのアメリカ人とか、ヨーロッパ人とか、日本人の方がよく知ってるということです。で、中国人はほとんどシーインっていう会社を知らないということです。これがまあファーストリテイリングにユニクロにとってはすごくまあありがたいことっていうことなんですね。はい、対してということで、まあファーストリテイリングの今後の最重要市場っていうのは中国市場ということです。はい、今までも中国だったし、これからはもっと中国ということですね。はい。ちなみに、まあ、ユニクロの店舗数推移ですね。まあ、21年度と22年度の1年間っていうのを比較したときに、日本は810店舗から、まあ、純増ですよね。純増はマイナス1でしたということです。だから、新規出店と、まあ、退店っていうのを、まあ、差し引きしたときの、まあ、純増で言えば1マイナスだったということで、まあ、日本は、だから、ユニクロっていうお店は809店舗展開しているということですね。はい。対して中国は832プラスですね。もちろん退店もあるんですけど、まあ、出店と差し引きした時の純増プラス65で、結局897店舗だから、ファーストリテイリングはですね、一番どの国に最もユニクロを出してるかって言ったら、実は日本じゃなくて中国に出してるということなんですね。はい、ゆえにということで、まあ、ユニクロの今後の利益成長っていうのは、まあ、シーインと競合してない中国市場での成長次第ということです。はい、これが、まあユニクロにとっての、まあ、ある意味機会チャンスということですね。はい、そして、まあ、ファーストリテイリングの株価に関して言うと、まあ、もしファーストリテイリングが今後は成長しないとね、まあ、だから例えば利益横ばいだとかね、っていうことであれば、まあ、2.3 倍以上もはっきり言って割高なんですよね。しかし、まあ、企業価値っていうのは将来の利益合計であって、企業価値には当然ですね、成長性っていうのも入ります。未来の利益の合計金額なんで、今後今までよりもさらに利益の額が増えるっていうんだったら、当然企業価値も高くなるんですよね。はい、なのでファーストリテイリングがですね、まあ、今まで通り、まあ、利益成長傾向である限りはですね、ファーストリテイリングはまあ割高とは言えないということです。要するに過去の利益と未来で出す利益って言った時に、未来で出す利益の方が大きいと、要するに成長するということを考えると、まあ、企業価値っていうのはですね、当然大きくなるので、時価総額も大きくなる、つまり割高ではないということです。はい、妥当ということですね。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定期ということで、はい、ファーストリテイリングの今後の株価はですね、3万330円近辺で横ばい。はい、ということで今回はファーストリテイリング株価の今後はということだったんですけど、結論は横ばいということです。はい、そしてですね、まあ、最後に大事なお知らせをさせてください。あと10日後の3月15日水曜日19時にですね、新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今のうちに概要欄よりメルマガ登録しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。